黒沢さんもロッチの飲食店ですね。チーしてウッパーマンスーソーお願いしますって感じでしょうね。これウーア持ってれば中林さんが、赤さえ持ってればさ、残球打てないからな。いや打てないでしょうね、さすがに。うん、これは差し込みは期待できないですね。いや無理じゃないですか。赤い自分が2枚持ってれば別ですけど、あんまり2枚持ってるケースないから、やっぱ自力でいったってことですね。うわーできちゃったよ。もつれましたね。ちょっと待って、これ運送あるね。あ、2枚ある。もつれてる。スーソーウッパーマンはこれも2枚、ウッパソ5枚だ。一発でドラ引いた。あーさよならだ。ここで下がった。これ秋が出まいます。秋がまだいる。あ、そうですね、秋がいる。これで大悟は下がる。クロサウッパーソー5枚、ね、チーしてハクハク、チーしてハクハクで残球直も足りてるんじゃないですか。4球直ですもんね。残球直4球直足りてますね。はい、はい、チーですね。チーしてサブロマスチキのイーシャンテにする。まあもちろんしない手も立派な手ですけど、ね、はい、3番勝負でさあウッパーソー。これチーピンがもう1枚いるんで、パーソー休めながらパーソーのつぼ上がり2600、裏ドラ1枚2600オール。これでまずは大悟を捉えた黒沢。そう、これ復活の上がりですね。そうですね、大悟さんが四角ない方が、まあ、仕掛けなかったらどうなってたかっていう、2着よしと思ってたんですけど2着取れてないんで、はい、流れ論者からするとあのチートのドラトンのところで、あのそれで2着でよしと思ったんだと思うんですけど、まあ、あの時は相当こう攻撃の手をやめたっていうことですからね。そうですね、流れがあれば黒沢さんが吹き荒れてもおかしくないですが、さあトンの4局親は黒沢連チャンに成功しています。こちら第5形、これはちょっと上がりは難しそうな手だ。ただね、やっぱ親が黒沢さんなんでじっとしてればチャックアップありますからね、はい、ここは親かぶりでですね。そうですね、はい、もう二階堂さんと普通に手作って普通にリーチ打ってくるでしょうから。いやいいですよ黒沢でも。あ、でもそこは良くないか。いやいいでしょう。いいですか。ドラドラですし、いつも伸びそうな感じしないですか。キューピンキューピン自然に打ってるうちに。なるほど。さあ中林、他が悪いですもんね。うーん、秋さんがちょっといいっていう感じですかね。で、うわー来た来た、リャンズ落ちたいか。パワー1打ったってことはやっぱキューピンキューピン手順ですよね。まあ、そうですね。でもこれもすごいですよね、ついリャンズを打ったり、はい、キューピン打ったり、まあキューピン、うん、まあパワー1残す人もパワー1だからな、打てそうな気がするんですよね。ロー1とかだったらちょっと難しい気がする。うわで、これでキューピン、これリャンズ打たないですか。しましたね、リャンズ打ちますね。差し子があるんで、はい、これはすごい。普通はリャンズを打って今のところでパワー1ぐらいが普通の手順に見えますけど、まあどうせ重なるでしょっていう、まあ黒沢さんに今頃普通を求めるのは野暮ってなもんじゃないですか、うん、大輔さん。どう差し子に、いやいいんすいいんすいいんす、この人はまた違う6戦オール決めますから、うん、はい、まあこっちローが単位をついて安定しますかね、うん、まあ3増チーしないでしょうし。そうですね、まあこれぐらい優雅言っても余裕で間に合ってますね。はい、他者との先日見せてもらったのは瀬戸熊のライデンティティ、ね、今日は黒沢のライデンティティが見られるか。しごろなんです。あ、でもここでキューピントイズ打ちになるんですか。素直に言ってギャンゾーチーズを外してるのが、ね、はい、キューピンキューピン馬が伸びますからね、うん、ただやっぱり気持ちの乗ってるのは感じますね、黒沢さんが、ね、キューピン打って3、2層ギャンゾーチーズを残したたりに、はい、でこれサブロストが薄いんだけど今の勢いなら一番も薄いか。どっちも薄い両面ですか。でもスチーマン3枚いるのかな。サブローソースチーマンはね、表示牌で酸素が1個場には出てるだけで、黒沢からすると悪いぞというふうな思う、悪いぞと思うような状況ではない。まあどちらかというとマンズはパラパラ切れてるんでサブローソーの方を引きたいでしょうね。うん、大悟さんは中途半端でキューピン握れですしね、チートイン行くのか。サブローソーが3枚山、スッチーマンが12、うん、スッチーマンが3枚、どっちも3枚ですね。ここは黒沢さんの大勝負ですね。ほい、肩上がり1万2000のチーしてのテンパイもあるが、それも取ることはしないように感じる。もうそうチーしたくなっちゃうんですよね。私もです。スーワンはチーで、まあサブロスをそうは簡単にドラマたりで出てこないから。だって5800確定で高めで1万に、やめてきた、ずるい、黒沢のずるい、こういうのできるんですね。やめてはずるい、ズルデンティティ出ました。これ、あ、これソーザブライ、ソーザブライ、黒沢の闇天が大号を貫く単品ドラー赤
一番2戦の一本馬風ですよね。恐ろしい。ここで抜いてきた黒沢殿下の宝刀闇天の一番2戦。殿下の宝刀だったんですね。ここあの黒沢って闇天が、はい、結構多い。殿下の宝刀決定点になるぐらい普段のやっぱりこの攻撃力が打点がね、打点力がね、ここで鳴りをこれをぼかすんですよね。今のダマテンは素晴らしかったと思います。つい勢いでね、勢い余っていってしまいそうなところ。うわそして来たか、黒沢のターンか。ついにみんなが待っていた黒沢のターンが来たかもしれない。ドラは初引き荒れる黒沢の嵐、ね、来たのか来たのか。ご覧の手配